はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、いとちゃんです。はい、そんなわけで今回も色吹き普通にやっていくよ、普通にやっていくよ、今回は普通にやっていくよ。最近マジでもう変なものばっかしかあげてなかったんで、もう普通にやりたいですね。ね、はい、じゃあそんなわけで、色吹きでちょっと遅くなりましたけど、ディエマコっていうのか大マコというのかよくわからないので C7A2 ということで読んでいきましょう。この C7A2 新しくね、リメイクされたやつです。先々週だか先々週だか、もう3週間前だか4週間前だか忘れちゃいましたけど、結構前にやられたもので、韓国ではかなり人気の武器なのかな、これで。日本では結構使ってる人はまだそこまで見かけないんですけど、アサルトキングとかライオンとかプロとか多いんで、あまり見かけないっていう、まあ、見かけないわけではないですけど、結構使ってる人はいますけど、でもやっぱその中のやつで考えると結構下の方の部類になるんで、あんまり人気ないのかなと思ってたら、まあ人気ないっていうか弱いから人気ないのかなと思ってたら、かなり強いっていうことで、ユーロ武器の中では優秀な武器だということを聞いています。というわけで僕まだほとんど使ったことがないんで使っていこうかなと思います。で、今回使っていくカスタムこちらです。エルカンスペクターロングレンジバレルウェイトグリップショッカーブソーバーでございますね。上からエルカンスペクターつけてるのはなんとなくです。かっこいいからなんとなくつけてます。これ邪魔だったら外してもいいです。で、ただのドットサイトになるんで、ベレスクとかについてるような。で、バレルはロングレンジバレル使ってます。連射力上げてもいいんですけど、集団が悪くなるんで、ロングレンジ上げて射程っていうかダメージ少し高くしておられます。で、精密これつけてないのはですね、ショッカーブソーバーつけてるからです。上の精密をつけると太刀打ちと、まあ、座り打ちは、まあ、少しはいいんですけど、太刀打ちフルオート時ちょっとばらけが多いんで、ショッカーブソーバーをその代わりつけてやってます。ショッカーブソーバーですと結構太刀打ちしてても座り打ちしても集団よく動けるんですよ。その代わり多分走り打ちとかが悪いのかな。あ、そう、ライトストックがつけられないというデメリットがあります。精密トリガーであれば多少は太刀打ち悪くても、集団ちょっと悪くても機動力上げたいっていう人がいれば、こちらのライトストックをつけて機動力を上げれるっていうことができるんで、デメリットをなくすことはできるんですけど、自分は機動力よりも集団っていうか安定性を出したいんで、ショッカーブソーバーにしております。そんなわけで僕のこのカスタム、どんなものか打ってまずご紹介しましょう。はい、ここで見せていきましょう。はい、でですね、この武器かなりね、何でもできちゃうんですよ。タップ打ちもかなり精度いいですし、あとはフルオート、まあ、多少のリコイルコントロールありますけど、太刀打ちでこんだけの距離が離れててもすごい集団がいいですね。デジ君の本当に真ん中に飛んでってるってのが分かります。はい、座り打ちでもかなりの集団の良さですね。これ M4 超えなんじゃないかぐらいの勢いがありますけど、ライオンやアサルトキングのように一旦下に下がってから上に集団するとかそういうのないんで、本当に狙ったところにそのままずっとこれ飛んでいきますね。本当にどの距離でもやれちゃうんじゃないかなと思います。まあね、これ覗かなくていいっていう感じなんですけど、本当にエルカンスペクターはかっこいいからつけてるだけで、ドットの方がぶっちゃけ邪魔にならないんで、ドットをおすすめします。そこまで気にする人は。はい、でですね、大体ね、何でもできちゃうっていうことなんで、本当にこういうこのバースト打ち、こういう打ち方もできますし、その例えば頭1個で戦うってなった時にこういう打ち方でもまっすぐ飛んでいくとかね、あと、まあ、待っててもちろん強いですし、こういう風にまあジャンプ打ちももちろんこういう風に飛んでいくんですよ。これ集団員で結構いいですよね、ジャンプ打ちも。で、リロードっていうか取り出しがちょっと早いのかな、イメージ的に。バトルライフルとかと比べて全然早いです、これは。この取り出しは、まあ、リロード速度はまあ普通かなっていうところです。はい、で、まあ、機動力がさほど気にならないけどね。なんだろうね、これパラとかと一緒かな。ちょっとパラこれスペツナズですね。さあ、まあ、ちょっと早いかなっていうか、パラのスペツナズよりはちょっと早いですね。ほんのちょこっとだしよね。でも本当に気にならない程度ですこれ。はい、じゃあそんなわけでね、この集団を元に実戦で活躍していきたいなと思います。それではじゃあ殲滅に行きましょう。はい、そんなわけでここでやっていきたいと思います。さあね、間違ってね、スナイパーになってました、ごめんなさい。この死ぬまでちょっとスナイパーで行かせてください。あ、なんだ今の。
ちょっと違う、さっさと死のうか。さっさと死のう。ちょっとあのね、C7A2 の色吹きなんで。よし、オッケー。よし、行こう。ここからです。でね、この武器ね、さっき の初心チャンネルで説明し忘れたんだけど、少しね、上に反動が上がるんですよ、3発目くらいの時に。それを抑えで、ああ、抑えるのが少しね、難しいかもしれない、慣れないと。カスタムによるんだろうけど、今このカスタムだと3発目くらいに少し上に上がって、それを下に抑えないといけないんですよ。なのでね、ここだけ頭しか見えてないじゃん、今。ここ押さえてあげないと全然当たらないっていうあれになってしまうんで、そこだけちょっと注意して使ってください。やばい、うわ、いるー。でね、ちょっと火力がやっぱ足んないね、この武器。なんかいい時はいいんだけどね、レートがいいから、そう思う時があるのかなと思いますけど。やばい、無理ですよ。はい、領土。まあ行こうか。あれ、いないぞ。まさかのまだそこにいると。いや、あれはやらないとダメですね。鉄柱じゃないよ。なんだっけ、なんだっけ、鉄砕じゃなくて制裁。いや、そういうじゃない。なん、鉄槌だ。えい。やば、くしゃみしてた。なんで、なるべくだったら頭を狙う、最初から狙うよりも、まあ、少し顎気味をイメージして狙った方が、もしかしたら頭に入りやすいのかなと。これ太刀打ちフルートです。うわ、マジで結構ね、まあ太刀打ちフルートしてみたけど、反動結構きつかったね、今のは。やっぱ途中でしゃがみたくなるあれがあるね。いや、落ちない。うん、あんだけ入れたと思っても6割いかないっていう。あんだけ入れたら普通6割くらいいってもいいと思うんだけどね。多分相手の今の防弾まで考えて 4.5 ぐらい、おぶね、 4.5 ぐらいなんじゃないかなと。いや、あそこでもいいのか。きついですね、これ。結構攻め込まれております。いや、当たんねえんだけど。あー、きついっす。なかなかね、タップ打ちで当てるっていうのもフルオートの方がいいような気がするんだよね、これ。いや、今のガクンってやっちゃったな。やお。さあ、攻め込まれてます。落とす、ここは。いやいや、決め打ちしながら行こうと思ってたら間に合わなかった。胴打ちじゃダメなんだよね、頭に。でもこれ、よし、伸ばらせない。あー、そこいる。手前もういると思ってた、今。いや、落ちてなかった。いやー、あれはね、また入られてしまうのはね、問題ですね。いや、見えん。いや、ここ落ちてすね。いや、落ちないっすね。マジ落ちないな。マジ胴打ちダメだな。連射力あるはずなんだけどな。ダメだ、この距離のフルオートはあかんですね。撃たれた時のガクつきも落ちねえんだ。
あ、間に合わない。え、じゃあこれあれかな、距離減衰がすごいのかな、もしかしたらこれ。お、ラッキー。その可能性ある、距離減衰があるのかもしれない。距離減衰があるなら納得いく。この落ちなさそう、今のは削ってくれてた。マジか、ダメか。いやー、きついっす。敵を倒した。さあ、なんとかもうちょっとキルしたいよ、俺も。いや、落ちないもんな。だから集団はいいから、ね、やっぱ頭にきっちり何度も当てていくこととかね、そういうのしたいね、もっと。もっといけるはず、これ。というわけで、はい、35の18でいう、まあ、スコア的にはダメージ、スコアダメージ数はね、いいもんなんだけど、あのね、もうちょっと出せたはずだな。そんなにこう、なんだろう、いいプレイ見せれてないけど、こんだけキルしてたとか、ダメージも出てたし、なんだけど、あんまね、なんだろうな、これ練習が必要だね。結構癖あった、正直。あ、こんなちょっと難しいんだと思わなかった、使ってて。本当に使ったことなかったから、こんな難しいんだっていう感じでしたね。まあでも、その最初に言ってた、まあ、カスタムによってかなり性格が変わる武器だとは思うんだけど、俺のこのカスタム使ってたやつでは、まあその3発目ぐらいのところの少し微妙にこう上にちょっとずつ上がっていっちゃうものを下に抑える。でその過程で火ダメ食らうとガクンって下に下がるから、それ下げすぎないようにしないといけないっていう、なんかすごい丁寧な、使い方が求められるっていう感じの武器だったっすね、これ。でこれ攻撃力40、射程70って絶対嘘だからね、これ。そんなねえから、これマジで低かったっす、威力。本当に威力が低かった。こんななのと思うぐらいだったな。だからなんかステータス上期待してる分ちょっとがっかりかなっていう分はあったけど、ちょっとポテンシャルは高いんじゃないかなと思います。すごく使っていけばどんどんこう強みがあって、強みを引き出せる部分が見えてくるんじゃないかなとは思いますね。他の武器と比べれば、そういうなんだ、人によって結構変わるっていうのが、これカスタムがいっぱいあるんで、やっぱ変わってくるんで、そこら辺でも。なのでもっといいカスタムも見つけて、使っていきたいなとは、使おうかなとは思いますね。使っていくことはないだろうけど、プロとかパラを使ってるんで今は。でそうだね、あとはまあ爆破でどこまで通用するかっていう部分はありますけど、殲滅の中であんだけこういろんなところに対応していかないといけないっていう状況の中で、まあ集団がいいっていうだけはあったから、本当にいいかなとは、それなりに対応できたかなとは思いますけど、走り打ちからのしゃがみ打ちからの逃げながら打つっていう、流れはね、あんまりでやりづらかったね。珍しいなと思った。こんだけ集団いい武器なのに、なんかしゃがんでから立って打って逃げるっていうのがやりづらいなと感じたかな、このカスタムは。多分ライオンとかのは全然やれます、そっちの方が。立ってもしゃがんでもあんまり集団が変わらないんで、立つとしゃがみでかなり集団が変わるんで、これ。まあ、本当にそこら辺はね、本当に細かな部分を覚えていかないといけない。練習が非常に大事ですね。はい、そんなわけで、長くなってしまいましたが、とても練習が大事な武器だと私は思います。ですが使い込むほど、強さを引き出せる武器なんではないかなと思いますね。はい、というわけで今回ここまでとなります。 C7A2 のね、色武器でした。まあ、今回普通にやれてよかったです。普通に喋れるって本当にいいなと思いますね。本当にいいなと、変な声ばっかりでね、やってたから最近は。というわけで、第3弾の、罰ゲーム実況も次出しますんで、それまで皆さん、まあ、罰ゲームアバンにかけらないからね、それだけ言っとくよ。はい、そんなわけで、皆さんまた次回お会いしましょう。いっちゃんでした。お疲れ様です。